今日が高田祭ということで、ざっくりざっくり飛ばしていると文化博覧会は結構やばい状況なんですよ。やばいなんかね、僕ら音楽系統で何かをするという企画をしようという流れになりまして、じゃあ俺らに何ができるんやと、音楽系統で何ができるんや考えました。いろんなジャンルの部活が集まっているのに同じことをするっていう意味のままなんか、これを文化会に押し付けられて僕らは今まで練習してきました。だから皆さんに今日は一緒に歌ってもらえたらと思います。何をやるか、ジャンルが雑多なんですよね、音楽系統って。本当に日本の音楽やってる人もいれば洋楽やってる人もいるし、だけど世界中の誰もが知ってるアンアーティスト、皆さんスマップって知ってます？SMAP のスマップですね。スマップの数ある名曲の中でセロリって曲があるんですよ。セロリ生活知ってるよって人、はい、ということで今日はセロリをやりません。セロリじゃないでしょ今日は。だからライオンハートですよ。みんな知ってるよって人、はい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 、はい、そうなんですね、国民的名曲けどやりません。皆さん、振り付け知ってます？これをみんなでやろうと、大学に前回花一つ咲かせましょうよ。おめでとうございます。